こんにちは、モノモースです。今日はちょっとシアスな話題に触れてみたいと思います。それは、出荷者販売大手ビッグモーターに対する国交省の行政処分について、これ、皆さんご存知でしたかビッグモーター、全国で約250店を展開している大手企業ですよね。でも、その一部の事業上で、なんと法令違反が確認されたんです。整備記録簿への虚偽記載や、顧客の車にわざと傷をつけて点検や修理代金を過剰に請求するといった内容。これ、信じられますか国交省はこれに対して34カ所全てで整備を行うための 国ののの認証を一定期間間停止ささせるるとと発表しまししまたさらに12所ででは最も重い処分である民間主権上の資格取消しとするのことこれは、ビッグモーターにとって大きなダメージになるでしょう。でも、ここで一つ考えてみてほしい。それは、なぜこんなことが起こったのか、ということ。ビッグモーターは大手企業。それなのになぜこんな法令違反を犯すことになったのでしょうか。それは、もしかしたら、ビジネスの競争が激化し、利益を追求するあまり、任意を犠牲にしてしまったのかもしれません。これは、ビッグモーターだけの問題ではないと思います。今 今の社会、利益を追求するあまり倫理を犠牲にする企業は少なくありません。でも、それは本当に正しいのでしょうか私は、利益だけを追求するビジネスは持続可能ではないと思います。倫理を守り、顧客を大切にすること、それは本当のビジネスの姿ではないでしょうか今回のビッグモーターの問題は、私たちにとって大きな教訓です。ビジネスを行う上で、倫理を守ることの大切さを改めて認識するきっかけになったと思います。これからも、このような問題が起こらないよう、企業だけでなく私たち一人一人が倫理を守ることの 大切さを忘れずに行きたいですね。それでは今日はこの辺りで、次回もまた違った視点から話題を提供しますので、お楽しみに。モノモースでした。